皆さんこんばんは。2週間に1度日本オーストラリアンフットボール協会の活動の様子をお伝えする AFL ジャパン TV、 今回で第5回目となりました。協会で普及育成を担当している私榊と女子日本代表チームミライズのマネージャーの吉でお届けしています。 AFL ジャパン TV は各週の水曜日に更新してますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。さあ、新型コロナウイルスの影響も少しずつ落ち着きを見せていて、緊急事態宣言も月曜日に解除されまして、少しずつ AFL ジャパンも動き出そうというところです。はい、クラブ活動についてもそろそろ活動再開するクラブが出てくるようで、協会としてもいくつかスポーツ庁のガイドライン等発表されてるんですけども、 AFL に特化して気をつけた方がいい点いくつかまとめてますので、ちょっとここでご紹介したいと思います。もちろんこれは基本的なことなんですけども、健康のチェックですね、検温したりだとか、あとは練習前後のうがい手洗い、そして特にオーストラリアのフットボールはボールを手でキャッチするので、そのボールの消毒だとか、あとドリンクボトルの共用をちょっと気をつけるとか、消毒ですねを行うと、あとここは重要だと思うんですけど、万が一その感染者が出た場合に備えて、練習日の参加した人数だとか、その参加者の名前をチェックしておくのっていうのも心がけないといけない。で、あとはタックルコンテストが AFL は出てくるので、どうしても最初はそのタックル練習コンテストを伴った練習っていうのはできないと思うんですけども、その辺の練習内容も気をつけないといけないと。また練習前後ですね、水道だとかシャワールームだとか更衣室はどうしてもいわゆる3密の状態になりがちなので、そこを避けてきちんと行為だとか順番に時間で入れ替えて行為をするだとかっていうのも配慮は必要だと思います。またこれよく言われてますけれども、移動時のマスクに加えて運動時マスクつけるときは高性能のマスクだと少し低酸素状態になる場合もあるので、その場合もその呼吸確保できているかっていうのも同時に確認しないといけないと。さらにこの時期は少しずつ気温も上がってますので、熱中症のリスクもかなり高くなります。特に屋外での運動をなかなか今までやってなかったので、その急に強度を上げると熱中症のリスクが上がってしまうので、そこを気をつけていただくと。さらに最後はなるべく怪我をしないと。怪我をしてしまうとどうしても付き添いだとか怪我のサポートで近づいてケアをしないといけない方が出てきてしまうので、練習中も怪我をしないように気をつけると、そういったところはおそらく AFL で特化して気をつけないといけないところだと思うんですけど、よしこの辺聞いてどうかな。そうですね、やっぱそのスタンダードなその手を洗うとか、このやっぱ2メートル離れとかはスタンダードだと思うんですけども、やっぱそのちっちゃいそのハイタッチとか、あとこうボールマークするときにこう手を舐めたりする、そういうのも気をつけないといけないですよね。そうだね、ちょっとハイタッチの習慣とかがね少しなくなっちゃうっていうのは寂しいんだけど、今の時期はちょっと我慢をしないといけない。で、それぞれ クラブで気をつけながら、最初は多分違和感があると思うんですけど、少しずつ慣れてくれば、その新しい生活様式でのトレーニングっていうのは確立されていくと思うので、ここは少し我慢をしながら、ただ再開に向けてきちんとトレーニングができる環境を皆さんで作っていこうと、ちょっと頑張っていきましょう。はい、さあ、そして A リーグの方もそろそろ再開を検討を始めたということで、まだ再開時期については9月になるかもしれない、10月になるかもしれないんですけれども、2020年シーズンできれば開催するということで話が進みそうです。そこで昨年のアワードの様子をちょっと振り返りながら、今年のシーズンをちょっと待ち望んでもらおうという企画で、今回はアワードを振り返りたいんですけど、よしも参加したんだよね。はい、参加しました。なんといい景色のスクランブルスクエアだったんで、景色を眺めながら皆さん昼間は写真を撮ったりしてて、でアワードは夜なんで、ゴージャスなディナーを食べながら見てみました。いや、思い出しますね、このスライドをじゃあ見ながらちょっと振り返ってみましょう。どういう方が受賞されて、どういう賞があったのか。2019年 AFL ジャパンアワードはさっきよしもあったんですけど、渋谷のスクランブルスクエアで行われまして、オーストラリア大使館、南オーストラリア州政府、そして西オーストラリア州政府の皆様の講演を受けて、グズマン・E・ゴメズ、そしてイエローテール、フォーン20のサプライを受けて盛大に行われたと、はい、まずは優勝チーム表彰されましたね。続いてのスライド、東京ゴアナーズ、これ決勝戦で圧倒的に勝って優勝、ね、はい、そしてエフルジャパン、はい、グランドファイナルはコメンテートしたんで覚えてます。お、確かに結構寒い日だったような。寒かったです。寒かった。で、毎年の最多ゴール賞ですね、リーディングゴールキッカー、はい、一番リーグでゴールを入れた方も表彰されました。
これが東京ベイサンズの1位がウィリアム C 選手31ゴール、はい、10ラウンドで8試合で31ゴール。これ相当決めましたね。はい。あのセミファイナルも見てたんですけど、やっぱそのフルファード力が強いのでいいコンテストってゴール決めてました。なるほど。で、ライジングスターですね。続いて新人賞。これはノミネートがあって、はい、そこから表彰ですね。この4名がノミネートされて、第3位、羽鳥選手。で、第2位が三田選手。うん、マグパイズですね、両方。そして、はい、勝ったのが、賞を獲得したのが村田選手ですね。村田選手、前回、ここでインタビュー出てもらって、この新人賞も獲得していたと。はい、で、続いてが、これ、ピーター・ウィルソンメダルというのが、年間の MVP、毎試合、アンパイアとマッチコミッショナーが、それぞれ票を入れて、その票が一番多い人が受賞するんですけども、これ、アワードの前までは、決して明かされない数字なんですよね。もうゴール数だとかは大体毎回ホームページで発表するのでわかるんですけども、もうこの表だけは、開票されずに、この現地でどんどん開票していくと。で、このスライド、今日は細かく紹介しないんですけれども、どんどんスライドを回していただいて、試合ごとにこうやって会場では振り返って、得点とあと票数ですね、下に出していって、まずは前半部分を開票するという、こういうシステムで表彰式を行いました。で、続いてが、ベストアンパイアですね。これ受賞したのがブレッド・クワルトロさんということで、もうほぼ毎試合アンパイア来ていただきまして、うん、ブレッドさん、コリウンドのファンなんですけど、もちろん AFL も常に見てるので、まあ、最新のルールと、あとはその経験生かした冷静な判断で、もう A リーグベストアンパイア、これはもう間違いなしと言われてますね。間違いないですね。はい、家族も連れてきて来てるんで、うん、うん、やっぱ家族持ってりながら毎試合アンパイアしてくれてすごいなと思ってました。うん、そしてこのベストアンパイア賞、なんとサプライズで副賞があったんですよね。その AFL ジャパンに寄付されたコリウドマグパイズの5人の選手が写った大きなサインボード、その現場でちょっとブレッドさんにお渡しまして、喜んでいただいたと。あれ結構重たかったですよ。結構重たかった。結局重たくてあそこでは持って帰れないってことだったんで、後日車でお渡ししました。はい。そして続いてユニークな賞だと思うんですけど、これベストスタッフ賞ですね。スタッフとしてリーグを支えてくれた方に2名、三輪さんと小葉さんですかね。はい。表彰いたしました。そして個人功労賞。これは、リーグ全体を支えてくれた個人にお送りする賞なんですけども、受賞したのが A リーグ実行委員会の A リーグマネージャーですね。の豊島さん。うん、受賞しました。そしてクラブの功労賞が優勝した東京ゴアナーズ、うん、もうコミュニティをゴアナーズはどん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 広げていって、そのイメージとしては東京ゴアナーズっていう大きい、コミュニティの中にフットボールパートがあるような、うんうんうん、東京地方に住むそのオーストラリア出身の方をメインにしたコミュニティをどんどん作っていって、オーストラリアフットボールも普及させてくれたと、まあ、そういう賞でしたね。最近やっぱりゴアナーズはそういうソーシャルの活動も結構多いですよね。多いです。たまにミライズやらせてもらってるんですけど、たまにミライズにメール来てくれたり、やっぱその、うん、インフォメーションシェアがゴアナーズはすごいなと思ってます、うん、まあ、こうやってどん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 やっぱりクラブを大きくしていったクラブが、まあ、強くなっていく、実力がついていくっていうのは、まあ、必然なのかなと思います。で、続いて、これもユニークな賞だと思うんですけども、あ、すいません、間違えました。これが、ピーター・ウィルソンの後半に、また戻って、ラウンドごと、これ後半の表ですね。この試合で誰が取ったかっていうのは、選手は よく覚えてるので、会場は結構盛り上がってたんですけども、続いてベストフォト賞ですね。これは、これもユニークですね。ノミネート。そうなんですよ。毎試合写真を撮ってくれる方いるんですけど、いい写真をすごい撮れるので、それをちょっと紹介していこうと。まずはノミネートされたのはクラブソング歌詞カード付きで、ソングを歌う試合後ソングを歌う習慣があるんですけども、やっぱり新しく入ってくる方のためにこうやってクラブソングの歌詞カードを用意してみんなで歌うって、まあ、素晴らしいシーンだと思います。これはそうですね、やっぱそのアマチュアスポーツで見える感じの、うん、喜びとね、その選手に対する心遣い、この歌詞カードを持ってくるっていうで、続いてがマークのシーンですね。驚くべきマーク。これもうこのマークの姿勢も驚くべきなんですけど、この左のマークを取られた選手も驚いている。もうベストショット。これ間違いないなと思ったんですけどね。ダブルサプライズで。ダブルサプライズ、これは。
これは決定的瞬間。で、続いてが、これタイトルがホークアイ。イースタンホークスのホークなんで、このボールを狙っている北田選手ですね。この表情。あと、一生懸命タックルしているマグパイズの選手。これもいい写真ですね。で、続いてが、個人的にナンバーワンだと思う写真をちょっと紹介したいんですけど、バディを待つバディということで、この犬を飼っている選手、山本選手の飼い犬なんですけど、名前がバディといって、もうこの表情見てください。この山本選手のプレー、もう頑張ったプレーがなんか頭に浮かぶような心配そうに見ている。そうですね、結構バディは、何試合か見に来てくれるんで、フッティにも慣れてて、ナンバーワンサポーターぐらいじゃないですかね。そうですね、河川敷はもちろん自由に犬連れてきて犬も観戦してもらえるんですけども、ところどころちょっと施設で犬禁止っていう施設もあってグラウンド外で待ってたこともあるんですけど、この試合は河川敷だったので、もうグラウンド待ちでこうやって主人を待ってると。これもいい写真でしたが、優勝したのが何でしたっけ、崩壊でしたね。崩壊、はい。これも素晴らしい写真で、いろいろ協会で、問い合わせあった時に提供する写真のリストにこれ、入れておいたので、いろんなところでちょっとこの写真で、オーストラリアフットボールも紹介していこうと。で、続いてが、これも重要な賞で、ベストライター賞。ホームページでいろんな記事をアップしてるんですけども、メルボルンに住んでたり、いろんなところに住んでる方が記事をアップしてってもらって、AFL の情報を発信してくれると。この賞を受賞したのが、福田さんですね。受賞されました。もうずっと、マイラウンド記事を送ってくださって、現地のその生の情報ですね、そのエッフェルの公式サイトに載らないような地元のラジオで言われてるだとか、地元の人が喋ってるような、そういう温かみのある内容をちょっと送ってくれたので、福田さんこれ受賞していただきました。そして A リーグ特別賞、これは何でしたっけ、 A リーグの実行委員会で活躍してくれた中川さんですね。中川は今日選手なんですけども、実行委員会でグラウンドの手配だとか試合の運営の方にも携わって選手プラスそういう運営側と、オーストラリアフットボールはなかなかまだ小さい団体なので、こうやって選手をしながら運営にも関わる、こういう選手に受賞しました、はい。で、最後がドリームチーム。これ A リーグのドリームチーム。ピーター・ウィルソンメダルを参考にポジションごとに割り振って、このようなドリームチームを発表していると。これがもう選抜ですよね。インターチェンジも含めて13名発表してます。そして、先ほど開票が始まってたピーター・ウィルソンメダルはなんと去年3名。すごい。はい。歴史の中でも初めてですね、この3名が同率で票が同じ数だったので一斉に受賞したと。これ本当ピーター・ウィルソンメダルは年間に1つしか作らないんですけれども3名受賞したのでこれはもう3個作ったと。会場もすごかったですね、みんな、いろんな人が、入れ替わり立ち替わりどんどん受賞があって、この時は3名一気に受賞したので盛り上がったかと思います。で、はい、よし、当日は渋谷のところにいたんだけど、当日のアワードの感想は どうだった？なんですかね、こういろんな自分も写真とか撮ってたんで、皆さんの笑顔とか、あとそのピーター・ウィルソンでラウンドごとにこのスクリーンが出てる時に、皆さんやっぱそのチームごとにエピソードがあるみたいなので、すごい盛り上がってるシーンとか、結構中で笑ってるシーンとかがあったので、あったかい感じでした。確かにその年間振り返ってる間になんか忘れちゃってたシーンとかも思い出されて、ガヤガヤとなんか みんなが思い出話をしていたのがちょっと印象的だったかな。よかったです。やっぱその写真って大切ですよね。で、去年のアワードちょっと振り返ってみたんですけれども、今年のリーグ始まる、もうそろそろちょっと始めたいなということで、 A リーグの実行委員会が特集を今組んでまして、はい、ホームページの方これ出ますかね、 A リーグの所属チーム応援企画というのをやってるんですね。この下にずっとちょっと下がっていってもらって、トップから A リーグの記事がまとまって出てるところがある、ここですね。ここのゴアナーズが写ってる写真いいですか。所属チーム応援企画、あなたはどのチームを応援するということで、チームの1個ずつのチーム紹介、今は東京ゴアナーズとパワーズ、選手パワーズが出てるんですけど、1週間に1回のペースでこれ更新されるということなので、ぜひちょっとこれを見てもらって応援するチーム選んでもらえればなと思います、注目選手も載ってますし、チームの基本的な情報、去年の成績だとか載ってるんです、ね。これよし見たこのページ。見ました。いろんなインフォメーションあったんで、
キープレイヤーとか、そのクラブ内容があったんで、よかったです。うん、はい。で、最後にこれを選べるんですよね。そう、うん、このちょっとした仕掛けがあって、あなたが応援したいチームはということで、アンケート形式になってるんで、ぜひこれ、ワンクリックするだけで、簡単に応援するチーム選べると思うので、これが今のところの結果かな。そしたら今、ちょっと出てきたんですけど、はい、現在のこの投票数ですね、これ、ゴアナズが4、はい、パワーズが3、サンズが2、はい、マグパイズが3、そして、ホークスが今2票応援したいチーム入ってて、ゴアナズがちょっと1位だね、これ。ですね。まあ、うん、ギリギリなんですけど、4票で、はい。まあ、ちなみに私はこのアンケートが作成されて、すぐ、ちょっとやってみようと思って、はい、マグパイズに入れました。あ、そうなんです、ね。リクルートもすごい頑張ってほしいなと思って、はい。また上位に、マグパイズが食い込んでもらえると、どん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 リーグも盛り上がるなと思ったので、マグパイズの1票は私の1票ということで、はい、皆さんもすごい簡単にこれ、票できるので、ヨシはまだ入れてないんだもんね。まだ入れてないです。この後、ちょっと、ヨシ、今入れれるのかな？この後じゃなくて。今入れれますよ。はい。ちょっと入れて、もう入れちゃおう。ヨシが好きなチーム、その場で入れれる？出しました。はい。あ、入れた？入れた？なんで？多分リフレッシュしたら多分 出るんじゃないですかね。そしてじゃあリフレッシュはお楽しみということで、ヨシがどうやって入れたのか、もしかしたら分かるかもしれない。あ、リフレッシュしてる。ノーヨシがどのチーム入れたのか、ちょっとお楽しみですね、これは。はい。はい、さあ、今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止について、オーストラリアンフットボールの競技特性から気をつけるべき点をお伝えしました。また政府の緊急事態宣言の解除を受けて、はい、A リーグの試合再開時期を模索するということで、昨年のアワードをヨシと一緒に振り返って、チームの応援企画も紹介しました。協会の A リーグ、Go リーグに興味持っていただき、応援ぜひよろしくお願いします。で、また新しい年度で新しくスポーツを始めたい方、どのクラブも初心者の方を歓迎してますので、ぜひコンタクト取っていただくか、おすすめのクラブを教えてくださいということでしたら、私は責任を持って素晴らしいクラブをご紹介しますので、メールでもお電話でもぜひ協会にご連絡ください。それではまた次回、6月10日水曜日、お楽しみに。さよなら。さよなら。